アスペルギルス症とは、アスペルギルス属の心筋を原因とする手術の、心筋症疾病の総称で胞子の吸入と、体内での増殖が原因の日和未感染症。アスペルギルス属の胞子は、環境中に広く存在することから、ほとんどの人が毎日吸入しており、免疫に障害のある人や家畜では、アスペルギルス症に進行することがある。 一般的な原因菌はスペルギルスフミガタスであるが、エイフラブスやエーニチェイルでも発生することがある。発症には原因菌により生産されるマイコトキシンの一種のクリオトキシンが関与していると考えられる。原因菌は病院内では、観葉植物、生花やドライフラワーの表面、花瓶の水、エアコン、またはヒーターの吹き出し口、 浮遊粉塵などから高頻度で検出される。特に病院改築や改装の際、院内の空気中に増加することが報告されているが、このことは医療関係者の間でも周知されていない現状がある。ため、免疫力が落ちているものへの予防が大切である。最も一般的な方は、アレルギー性気管支配アスペルギルス症、アスペルギルス種、新臭性アスペルギルス症である。 免疫不全者や免疫力が低下している際に起こりやすいことから、症状の進行は早く、全身に感染するため症状は多岐にわたる。治療が遅れた場合の致死性は高い。画像検査、組織病理検査、検体の染色及び培養等による。アスペルギルス症の疑いがある場合には、確定診断を待たず、適応菌種が広い抗震菌薬を投与する。 病変部位が局所的な場合には下下手術が行われる場合がある。牛においてもアスペルギルス症を発症することがある。ありがとうございます。